神岡君、どうしたの？何が？調べたいことがあったんで、図書室に行って30分くらいして戻ってきたら、もう寝ちゃってたわよ。もしかしてそれを言いに来たの？なんで神岡君が謝るの？気にしなくても大丈夫よ。そのことについてはもう自分の中で決着がついているから。今日はバスで帰ろうかな。バスって一人掛けの座席だったらいろいろと考え事できるから結構好きなの。そういうものなの。じゃまた明日ね。
はブラバンの練習があるとかで先に行ったの。昨日はごめんね。麻生さんにひどいこと言っちゃったでしょ。私どうかしてた。でもきちんと謝っておかないと。神岡くん、部室に行きましょう。麻生さん、話したいことがあるんだけど。何かしら？あ、どうせだからコーヒーでも飲んでいく？うん、じゃあごちそうになる。狭苦しいところだけど、どうぞ入って。あ、部長、いらしたんですか？ね、できれば席を外してくれませんか？2-B の東百合つづみです。私のせいでごめんなさい。ありがとうございます。神岡君はいいんです。部長には関係のない話ですから。ちょうだい。
な気分なんだ。昨日のこと、ごめんなさい。私ひどいこと言っちゃったよね。ごめんね。そうだったかしら。昨日の夜ずっと考えていたんだ。麻生さんの立場も考えずに勝手なこと言って、私って嫌なやつだなって。もう気にしないで。私も意識不明事件を調査することに決めたから。謝らなきゃいけないのは私の方だわ。昨日のことはごめんなさいね。ごめんなさい。星原さんのことは教えられる範囲でちゃんと教えるわ。でも今は待って。意識不明事件は事実関係を明らかにしてから絶対に教えるから。でも私、星原さんが疑わしいっていう意見は変えるつもりはないでしょ。いいわ、私が変えてみせるから。私もそうなったらいいなって思ってる。東ゆりさん。何？やっぱり弓倉さんのために。あの子、あれが夢とか幻覚だったと思い込みたがっているみたいだけど、やっぱり私は許せないんだ。そんな奴がもしこの学園の中にいるのなら、私。あなたらしい理由ね。とにかく、あとはお互い結果を出すだけだわ。ね、東ゆりさん。そうだね。お互い頑張ろうね。そういうことなんだけど、神岡君はどうする？どうして？そんな曖昧な根拠で私が意見を変えると思っていたの？神岡君。
いろ考えてたんだね。私、部長を呼んでくるわ。